こんにちは、親陽子です。こんにちは、アムです。今日は神奈川県の秦野市に来ております。これはね、秦野の中で一番サイクリストに有名なセブンイレブンです。はい、そうです。おー、何のセブンイレブンなんでしょう。このセブンイレブンから先に、はい、神奈川県でサイクリストがよく登るヒルクライムの有名スポット、矢櫃峠がございまして、今日はアムちゃんと一緒に矢櫃峠を登りたいと思っております。坂ですか。坂ですよ、峠ですから、はい、初めてです。矢櫃峠大丈夫ですかね。ちょっときついけど大丈夫です。アムちゃんは行けます。氷ノ山登れるんでアムちゃんは行けます。頑張ります。アムちゃんのバースデーライド実はバースデーです今日、はい、自転車乗りらしく山で祝いたいと思います。それでは行ってきます。この長抜きの交差点からスタートです。矢櫃峠ヒルクライムスタートです。私のすごいうろ覚えの記憶で、矢櫃ってなんかデイリー山崎のところから測るか交差点から測るかみたいな記憶があったんですけど、来た、あ、やばいあ、やばいやばい、坂結構きついよ。アムちゃんの新車がもうすでにインナーローになっております。34輝いてますよ。34枚目素晴らしい。34があればどこでも行ける。結構きついですね。手元で 8% ぐらいですかね。家がなくなる頃に楽になるらしいからまだある。おかしい。休憩、矢櫃無料休憩所、自販機がある。信号その2。これデイリー山崎跡地っぽくないですか。確かにここかな。普段の繰り返しですね。かかしが見てます。ちょっと怖い。高い。本当だ。どこへの参道なんだろう。正面から突っ込んでいく感じの景色ですね。うん、山が誕生日のアムちゃんを待っている。おめでとう。確かに祝っているかのような快晴。10% を超えました。水車。なんか気のせいかまたこの後ガツンと上がるように見えますね。12、13。きついな。ここから先が国定公園。これ丸いやつ。あ、でも今10ですよ。わお、それぐらい。穴だけに。ちょっと抜けが。海か。勾配の緩い。これは家なくなったんじゃないですか。家なくなりましたね。確かに。じゃあもうあとはこんな平和な。水だといいんですけど。これ半分ぐらい。お、じゃああとは普通のヒルクライム。確かに今日は暑い。これが矢櫃か。多分景色を見ながら登ったことがないですよね。必死に登ったことしかない。できるだけちぎれないようにとかしか考えたことないと思います。そうですね、早く終われって思いながら。そんな時期もありましたよ。この辺景色が開けるのかな。ああ、向こうの森が見えましたね。強い。これからいろんな峠行けるんじゃないですか。ゆっくり登るのは怖くない。怖くない。いける。勾配優しい。 3% ぐらいしかない。アムちゃん好みの坂。どこ行くんだろう。山を回り込んでいるのかな。
あと6キロとは思えない景色もう上がない。地図を見るとこの後わーっと外に回って一気に U ターンしますね。海だ、いいな。そういうことですかね湘南の海って言うとなんか一気におしゃれな感じ13% 油断してましたね秦野の街が見える。秦野かなこれ分からないな。神奈川の街が、これが駐車場、お任せします景色がちょっと見れるかな、ちょっとだけ私たちは楽しむヒルクライマーだからねか確かにこれですね、うん、今これで、ここからこれですね、それですね、1、2ぐらいな感じですそうですね、今8キロぐらい来たんで、まあまああと 2キロぐらい、はい、あれが江ノ島かもしれない。江ノ島違うか江ノ島見えるってでも書いてありました。じゃあ江ノ島ですかね、なんかポチって、ね、飛び出てるそうかな。わあ、ずいぶん登ってきたものだ。コース復帰します。こんにちは。だいぶ上がなくなってきましたよ9%。 あ、これだむちゃん見たことあるやつ。あ、ほんと1時間20分ガールいました。おお、いい景色。車はね結構来るので注意は必要ですね。あ、涼しくて気持ちがいい。これが浦谷美津清川村に入りました。16度、涼しい。手は大丈夫ですか。やっぱディスクいいですか、はい、アメちゃん格段に速くなってる下山が安定感があります。前よりコースなくなりました。よかった滝だ。修行できそうだね。修行できそうですね。ずっと水のせせらぎと木々と、そしてこの細い下り、貴重の道。何これ、浦谷美津ってこんなとこだったの知らなかったよ。来たか、来た来た、水に来た、やっと来た。あったかい、あったかい、寒かった。この橋は山の神橋って書いてある、大層な名前がついております。これは周回したら楽しそう。これがみんな大好き宮ヶ瀬湖、いいですね。ひたすらにアップダウン。揚げパンまだかな、揚げパンまだかな、着いたな、まだかな、もう3時半。思ったより遠かったな。揚げパン、そこそこだよ、あむちゃん。匂いする、する、降りてきた。あー、着くよついに。果たしてまだやっているのか。あ、匂いするだけかもしれない。今3時40分、間に合うか。4時までで会ってほしい。どうだろう、間に合う、どうだろう。ありますよね、不穏ですね、ちょっと営業中だ、やったやったバイクラックあー、じゃーん。そして
自転車はここ安心感。やっぱり荻野パンといえば揚げパン、揚げパン、タンドリーチキン。いただきます。美味しい。たくふわ。美味しい。めっちゃ焼きたて。あったかいんですよ、まだ。触ると。最高。ペパももちろん美味しいけど、タンドリーチキンこんな美味しいの、カレー屋さんでも食べられないから。あ、そんなに、そんなにチキンの方が美味しい。肉がいい。A1 の揚げパンも。めっちゃ美味しいですね。よかった、頑張ってきてよかった、うん、カロリーが足りてなくてずっと結構走りながらお腹鳴ってたんですよ、うん、本当はまあ良くないんですけど、そこまで多分枯渇するのは。ちょっとアムちゃんハンガーノックにしてしまったらどうしようと思って。大丈夫でした。よかった。これ10キロぐらいの時からもう頭の中は揚げパンでいっぱいだったんでやっと念願を果たすことができました。よかった。無事についてよかったです。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、どうでしたか今日のコースは。いや、楽しかったです。上りはもちろん頑張るところあったんですけど、なんか景色のいいところも見れたし、達成感がめっちゃあります。よかったですね。なんか思ってたよりヤビツがきつかった。意外と結構きつい勾配もあり、緩くなったりして走りごたえのあるコースだなと思いました。そして裏ヤビツがね、思ってた以上に綺麗で景色もよく、そして宮ヶ瀬湖もアップダウンあり楽しく、そして最後に揚げパンということでね、大充実でございました、よければね皆さんも参考にしていただければと思います。私たちはこの後ね橋本駅まで行って輪行で帰ろうと思います、さて今日の私たちのウェアなんですけれども、ちょっと双子コーデ感が出てきましたよ、はい、似てる。今日はですねクロスオーバージャージを着ております。私もトップスクロスオーバーですね。これレディースのマルーンを着用しております。そして、ベストを合わせて、であとアームカバーといつものパイルグローブで、足回りはですね今年のカラービブですよ、はい、カペルミュールのカラービブを履いております。これおそろですね、完全に同じ、はい、ポケットがあるんでね、ここに小物入れたりできて便利です。さてアムちゃんはトップスは。はい、私もクロスオーバーのジャージの、これは男女兼用モデル、あのメンズも着れるモデルです。ちょっとあのレディースもホワイトあるんですけど、横のポケットの色とかがちょっと若干デザインが違ったりとか丈感がちょっと違ったりするので、私はこっちを選びました。ちょっと短いのかな、うん、あの体型とかにはよると思うんですけど、女性でも全然着れる感じなので、こっちの方が合うっていう方はこっちもありかなと思います、うん、そうレディースはねちょっと前後の長さが結構違って、前が結構短めで後ろはお尻ちょっとかぶってくる感じ、長めっていうんですかね、こんな感じになってて、割と男女兼用の方が横にストーンって感じですかね、参考にしていただければと思います。ということでお疲れ様でした。帰るか。足疲れました、ね、そう意外とねアップダウンあってね、足を久しぶりに疲れましたので、次回はアムちゃんは平地に行くのか、それともなんか上りに目覚めてしまうのか、交互期待ということで、また一緒に走りに行きたいなと思っております。ではお疲れ様でした、このジャージについては、概要欄の方にカペルミュールさんの公式のリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。以上です。バイバイ。